こんにちは、野球のジャーナリストしてます宇治原です。今日もよろしくお願いします。さて今日もね、やっぱりネオ君、中日ドラゴンズのネオ君についてね、お話ししていこうかなっていうふうに思いますね。前々回、ネオ君のピッチャー二刀流についてお話をさせてもらったんですけれども、その際にはね、二刀流でやる限りには、まあ、バッターボックスを約束してあげてほしいと、彼が要は試合に出場する手段の一つとしてピッチャーがあって、それでバッティングの機会がもらえないっていうのはもうマイナスでしかないから、こうピッチャーとして出してもいいけれども、バッターボックスをね、保証してあげてほしいっていう話をしましたけれども、その後ね、状況がまた変化して、なんとね、ピッチャー転向になっちゃいました。そしてピッチャー登録になりました。でね、今日の、タイトルはね、本当投手としての才能能力あるのっていう、こうきつめのね、タイトルつけてますけれども、これはまあ、ピッチャーをやることについて、否定をしたいわけじゃないですね、今日の動画は。まあ今日はね、まあその中日がどうしたいのかっていうのを改めてね、ちょっと、問いたいというか、こうファン、中日ファンの思いをね、こう受け止めてた上で、こうなんかモヤモヤっとしたものをね、なんかこう代弁できたらなというふうに僕は思っておりますね。やっぱり何がやっぱりこうみんな不満なんだろうとかね、なんかこのネオ君の応援したいし、ピッチャーとしてやってもいいし、いいんだけど、なんかこうすっきりしないところがみんなあると思うんでね、そこら辺をちょっとね、すっきりしたいなというふうに思うんで、そういう動画にね、今日はしていきたいなというふうにね、思います。指摘をすることによってね、していきたいなというふうに思いますよね。でね、まあこの問題ね、まあもうピッチャー、僕はまあ不満です。まあピッチャーにするのは不満だけれども、まあ、中日ドラゴンズが決めたことなんで、それはね、とやかく言ってもしょうがないなというふうに思うんですけれども、大事なのは、まあ、ビジョンなんですよね。日本選手をどうしたいのかっていうことなんですよ。で、本当に、こう、ピッチャーとして評価しているのかなっていうのが、もう、なんともね、言えないんですよ。本当にピッチャーなの？ピッチャーとしてすごい選手になると思ってるのってことなんですよね。っていうのは、その今の起用法からしても、どこに彼が向かってるのかが全く見えないんですよね。本当にこう、中継ぎで1イニング。ね、昨日、一昨日か土曜日の試合なんかでは、なんかわざと大山と佐藤に当たるようなところで投げさせたとかね、いう言葉がありましたけれども、それはいいんですけれども、それはまあ後付けだと思うんですよね。まあ監督がまあやるべきことではあると思うんですけど、で、そうじゃなくて、じゃ彼をね、どうしたいんですかって話なんですよ。で、僕らがなぜモヤモヤしてるかっていうのは、例えばですよ。例えば去年のオフの時点でピッチャーをやらせると決めていたら、あるいは今年最後まで野手としてやりきって来年から投手転向って言っていたら、また違ったと思うんですよ。ところがね、今年のやり方っていうのは、去年の秋からね、もう外野だぞと言われて、キャンプにはもう外野一本だと。外野一本でやるぞって言って、ネオ君は一軍ね、キャンプに入って、ね、練習してきたわけですよね。で、外野でやってきたのが、ね、で、開幕したら外野手登録と。内野手登録だったのが外野手登録に変更になったと。で、外野手で始めた。ところがですね、京田選手が、正遊撃手の京田選手が調子が良くないと。で、態度も悪いというところで、まあ、カチンと来て二軍に落としたと。じゃあもうここはネオしかない。ネオショートやってくれと。いうふうに言ってショートやらしたわけですね。ところが、ショートには三ツ俣という選手が出てきた。当たり前ですよね。だってキャンプでショートやってないんですもん、ネオが。ずーっとショートやってるんですよ。三ツ俣選手は去年もレギュラーとしてスタメンには何試合も出て、経験をある程度積んでいる。ね。ところが、まあ、京田がいるから二軍にいて、で、ところが京田がダメになって二軍にいて、じゃあネオショートやれって言っても、三ツ俣選手なんかキャンプもずーっとショートやってるんだから、ネオス君より上手いですよね。でね。ネオ君ドラフト1位でショートで入った選手より上手くなってるのは事実ですよね。まあ、三ツ俣選手はトレードで入ってきた選手ですけれども、ね、じゃあ、それは負けて当然じゃないですか、三ツ俣選手。じゃあ、ショートで、ここでショートで行く場所がなくなったわけですよ、ネオ君が。ね、で、ネオ君が行く場所がなくなって、じゃあ、セカンド行くのかって言ったら、セカンドはね、ね、まあ、今、石川君が怪我したから、高橋周平がセカンド、サードになるけれども、もともとはセカンドは高橋周平で行くはずだった。もしか阿部がいた。ね、居場所がないですよね。だから外野。結局外野をやっていた。ところが外野もね、やっぱりいろんな選手出したいか、出したい選手いっぱいいるから、外野にも出れまくない。じゃあピッチャーやろうかなんですよ。これね、本当にショートとしていっぱい試合に出るかとかね、いろんなポジションやってのピッチャー起用だったり、
こう転向だったらみんな納得すると思うんですよ。僕自身はね、もうプロに入る以前からネオはプロではセカンドだと思ってたんですよね。やっぱり肩が強いのでダブルプレーが取れるっていうのが一つと、やっぱりあの守備、高校時代見せてた守備範囲の広さ、華やかさは菊池涼介になれると僕は思ってたんですよね。菊池涼介選手みたいな守備から行って、守備で自分の、こう華やかなプレーを見せることによって自分のポジションを獲得して、それで打席数が増えていくうちにバッティングが上がっていって、侍ジャパンにも選ばれるような選手になるっていうね、それが僕は理想の形だというふうに思ってたんですよね。ところがそこでもね、起用をゆっくりされていない、試された記憶もない、じゃあ守備でどれかだけできるかも僕たち見せてもらってないんですよ。外野は守れるっていうの分かってるじゃないですか。で打てない、で内野は守れるのか守れないのかも分からないような試合数しか出てないですよ。スタメンでショート3試合出たぐらいでしょ。今年は途中出場しか出てない。これが もうまともに内野手として、あの内野手としてのこうチャンスを与えたようには誰も思えないわけですよね。だから言ってみれば、はい、外野だったら去年の時点では外野手がいない、でドラフトで2人ルーキーを取りました。でもなんとかこのネオ君がルーキー入ってくるけれども、それを押しのけて外野のレギュラー一角を掴んでくれよっていう意味の外野だったと思うんですよね。それが外野やってたのがショートいなくなったからショートいなくなったけど、なんか水間入っていたから外野、ああやっぱりピッチャーだってなってるわけですよね。そうなっていくと、見てる側からしたら隙間に空いてる隙間でネオ君が入っていってるだけのようにしか見えないんですよ。でね、これがね、100歩譲ってですよ。100歩譲って中日ドラゴンズがリーグトップの打率を持ってるんだったら、まあ納得します。あ、この打線じゃね、今入る余地ないよ、で3年後にももっとこういう選手出てくるし、姉は行くとこないよ、土田がいるしとかね、そうだったら分かりますよ。今チーム打率ね、リーグで下から2番目なんですよね。ね、で去年よりは改善してますけど、2割3分ぐらいだから、去年よりはよくはなってるとはいえ上位でもないんですよ。その中にネオ君が入らない、そのチーム打率がリーグ下から2番目の程度の打率の中にも入れない、打線の中にも入れないほどピッチャーにしたいんでしょ。この今だから充実してないわけですよ、中日の打線は。まあビシエドがいないっていうのもありますけれども、充実した打線じゃない中にもネオが入れない、入らなくていい、ネオの力が必要がない、必要じゃないって言って投手にしたんだったら、それなりのポジションにつかさないといけないですよ、今度は。ね。もう、紆余曲折で外野に、ピッチャーになったのは仕方ないとしても、じゃあ、それだけの、ね、このチーム打率の中で移動したんだったら、それなりのポジションにつかさないと。ドラフト1位でピッチャーとして入った選手、みんな、どこやってますか、今、大野雄大、小笠原っていうのは、ローテーションのね、1番手、2番手、もう本当、上位クラスをやってるわけじゃないですか。やっぱりドラフト1位という限りはチーム内での中心をやらなければいけない、先発でなければいけないわけじゃなくて、セットアッパー、クローザー、本当にチームの勝利に一番貢献する位置に行くだけの素材であるはずなんですよ。バッターだったら1番3番4番レギュラーっていうところに行くのがやっぱりドラフト1位の選手でしょ。で野手としてドラフト1位で取って、その選手を2割3分リーグ下から数えた方が早いチーム打率しかないチームにも、このドラフト1位の選手はそぐわない選手だ、それぐらいピッチャーとして起用したいんだって言うんだったら、ここでちゃんとビジョンを見せないと。どういう選手にしたいのか、現状の中で一生懸命やってますよ、立浪監督は。今のリリーフの中で使えるとこないかとか、厳しいとこないかとか、最初は楽なとこが入って、そういう風にやろうとするのは、まあ やっていらっしゃると思います。そこには別に不満はないんですけれども、でもチームとしてどういうビジョンなんですか。ネオ君をどのポジションにしたいんですか。僕は吉見とかそれになれると思います。ピッチャーとして、素材としては吉見さんみたいなピッチャーになることは可能なんじゃないかなって僕は見立てとしては思ってます。で別にそれが中継ぎであろうがクローザーでも別にどこでもいいんですよ。どこでもいいけど、今は何したいのかが全然見えない、ね、だから言うようにこうたらい回しな状態なわけじゃないですか。あっち行ったりこっち行ったりこっち行ったりして、すごいおかしい。まずそのモヤモヤがあるわけですよ、見てる側としては。おそらく中日ファンのネオファン、ネオを応援している人たちのこうモヤモヤがある人たちは多分、どういう使い方したいのっていうのがあると思うんですよ。でも100歩譲っても、その100歩譲ってもピッチャーにしたいんだったら分かる、分かるんだけれども、それぐらいの素材の選手でしょ。
元はといえばドラフト2018年のドラフト1位でね、なぜ根を取ったんですか、中日の総意だったと与田さんは当時の監督が言ってたんですよ。球団の総意、スカウトだけじゃない、もうみんなが根を取ってほしいと、そういう中ではドラフト1位の指名で、だからこそ引き当てだから僕は嬉しかったって彼は言ってたんですよね。それぐらい中日球団が東海地区の選手を、これをこのスターを他の球団に取られてたまるかと思って指名したんでしょう。それの、ね、ゴールが、ね、普通の投手のうちの一人じゃダメでしょう、ね、やっぱり先発ローテーション1番手2番手3番手以内、ね、クローザーかセットアッパーかでしょう。野手としたら3番バッターとかね、もうレギュラーでないと納得しないですよね。これちょっときつい言い方をさせてもらいますけどね、あれですよ、ネオ君がまあ5番手先発5番手あるいはリリーフのうちの1人で終わったら、それはもう転向は失敗だったと思いますね。先発転向は失敗ですね、はい、だって守備では外野では少なくとも守れたわけだし、守ってるうちに打てるようになったわけだし、ね、柳田悠岐選手はレギュラー取ったのって3年目ぐらいですよ、大卒入ってきてね。何歳ですかその時点なんで、22だから23、4、4歳ぐらいですよね。で、秋山翔吾だってレギュラーは大卒で入ってすぐ取りましたけれども、最多安打取ったのはね、その先ですからね、徐々にレギュラーで出ていくうちにアジャストしていって、あれだけの選手になったんですよ、時間をかけてね。で、それでもうメジャーリーグに、固いメジャーリーグも行ったし、まあ2人ともね、ジャパンの代表、日本を代表する選手だしなったんですよね。でもそのそこを我慢できずにピッチャーにしたんですよ。したんだったら下なりのポジションにつかせないといけないし、それなりのビジョンを球団を見せないといけないと思います。これね、まあなぜこうなってるかっていうのは、全て立浪監督に依存していることがおかしいんですよ。根をどうするのか球団が決めないといけないですよ。それは監督が決めたらあっちこっちになりますよね。あ、外野いない、あ、ショートいない、あ、ピッチャーいない、そうなっちゃいますよね。じゃなくて、球団として根尾君はどこのポジションで使うつもりで取ったんですか、そしてその後のドラフトもどういうつもりで指名してきたんですか、だから根尾君はここをやってもらわないと困るんですとかね、ここをやった上でしていかないと。監督はそらだって目先の勝利を追っかけるわけだから、目先の戦力見ますよね。ね、ピッチャーがいい、ショートがいいって。だからこういうモヤモヤした状況を僕らは食らわないといけないわけですよ。ファンは、根尾ファンとか中日ファンは、ネオ君の扱いどうすんの、あっち行ったりこっち行ったりするわけじゃない。それは監督は目の前見てるからしょうがない。そうしてるのは球団がちゃんとビジョンを示さないからですよ。ネオという選手をどこに行かせたいのか。じゃあね、これはもう今はもうピッチャーとして決断したんだから、早くどうしたいのか、もう発表してくれって言いたいです。ローテーションの一番手にしたいとか、吉見みたいにしたいとかね。え、吉見さん、まあ、背番号吉見2世と言われてるのは高橋宏斗ですけど、ね、ですけど、まあ、タイプですよ、ピッチャー。コントロール良くて投げ分けができるっていう意味においてはね、こう、ね、ストレートの質で言えば、それはもう高橋宏斗の方がいいですよね。ネオ君よりね、間違いなく。ね、いいと思うんですけど、でもこう、コントロール投げ分けとか、クレバーなところとかっていうのは、ネオ君はね、やっぱり優れてると思うんでね、そういうところも加味すると、やっぱり、ね、ちゃんとビジョンを示してもらわないと。ね、ピッチャーとしてやっていけると思いますけれども、ビジョンがないと、ね、今までもビジョンなかったんだけど、ピッチャーにするって決めたんだから、どんなピッチャー、どのポジションにするかのビジョンが示さないと、やっぱり中日ファンはね、納得しないんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日は僕はそんな話をさせてもらいました、できれば中日ファンのネオファンの思いをね、代弁できてたらなっていうふうに思っていますけれども、いかがですかね。違いますかね。中日ファンね、結構ね、炎上しがちなんで怖いんですけど、まあ今日はね、そんな形で動画を撮らせていただきました。ということでね、もうなんとかね、このモヤモヤを撮ってもらいたいなというふうに思っておりますんで、皆さんよかったらね、なんかコメントくれたりとか、いいねくれたりとか、ね、グーとね、評価してくれたりとかで、チャンネル登録してくれたりとかしてくれると嬉しいです。ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ジャーナリストのジャーラでした。またね、次回もよろしくお願いします。